に咲く花のように風に吹かれて野に咲く花のように人を爽やかにしてそんな風に僕たちも生きてゆけたら素晴らしい時には暗い人生もトンネル抜ければ夏の海そんな時こそ野の花のけなげな心を知るのですのに咲く花のように姉に打たれてのに咲く花のように人を和やかにしてそんな風に僕たちも生きてゆけたら素晴らしい時には辛い人生も雨のち曇りでまた晴れるそんな時こそ野の花のけなげな心を知るのです Like a flower blooming the fieldいただいて、そのドラマには裸の大将という確かタイトルなんですよ。そう、山下清さんという方の役を芦屋雁之助さんが演じていて、で必ずあのドラマの中でおにぎりが食べたいなっていう決まり台詞があって、そうなんです、そしておにぎりが登場する。そうなんですよ、白結び。そう、あれ塩結び、ね、塩結び、白結びでいいのかな、塩結びかな、今塩結びって売ってますけどね、はい、そのこれ私握ってきた、すごい、嘘ばっかりここに目の塩をついて最高です、これもうテレビのままですよ。そうだね、まやさん、モノマネうまいし、僕はおにぎりが食べたいんだなっていうね、あの
向こうの皆さんも多分あのあーっていう風に思ってらっしゃる方いらっしゃると思うんですけど、はい、まさしくこれですよ、めいちゃんね。うん、ありがとう。はい、ありがとう。やりたかったんです、これが。みんなもやりたかったね。みんなもおむすび食べて元気になろう。